お花紙の紙くずは捨てずにボウルにしておき、それを使って赤い実をたくさん作りました。まず手のひらに水のりをつけます。切りくずを手のひらの間に挟んで優しく転がしていきます。だんだんまとまってきますから力を入れてボール状にします。手のひらがサラサラになってきたら出来上がりの合図です。指先で形を整えましょう。これを完全に乾かして溜めておきます。今回は赤い実を作りたかったので、赤いお花紙を3つに裂いて、それをさらに半分に切って、小さい四角をたくさん作っておきます。まず手のひらに糊を塗ります。作っておいたボウルに糊をつけたら、先ほどの赤い紙で包みます。この状態で手に残っている糊でくるくると丸めていきます。サラサラになったら出来上がりの合図です。形を整えて出来上がり。大きくしてみましょう。手のひらに糊をつけて、ボールの周りに糊をつけます。赤い紙にくるんだら、手のひらに残っている糊でコロコロと回しながらボール状にしていきます。一枚のお花紙で6個できます。でも下地の色が見えてしまっているボールがあります。こういう時はもう一度赤いお花紙でくるみます。ボールの周りに糊をつけたら、下地が見えるところ、下の色が見えるところを上にしてくるんでいきます。こうして先ほどと同じように丸めれば、全体が赤いボールになります。クリスマスにはヒイラギと一緒に飾りましょう。お正月には締め飾りなどと一緒に飾るといいでしょう。